どうもあえちゃんです。今回テゾールが出たっていうことでやっていきたいなと思うんですが、レベルが70っていうこともあるので、まあリーグではちょっと潜れないんですけれども、今回はプライベートバトルでね、レベル80の固定にすればみんなと同じレベルに合わせられるかなと思いますので、プライベでね、一回ね、どれぐらい強いか皆さんにお披露していきましょう。ではやっていきましょう。ではやっていきたいなと思います。ということで、まあまずね、どんな感じかっていうのが気になりますよね。まあ、通常攻撃。ああ、なるほどね。ちょっと、普通だね。通常攻撃は見た感じ普通かな。まあ、スキルの出が早ければ一番いいんですよね。ここ、当たり！お、なるほど。なるほど。ちょっとね、出は意外と早くは感じたんだけれども、じゃスキル1がシールドみたいな感じだったっけ？これが、これ、あ、早いわ。あ、この、早い。ちょ、ごどりされてるし、やばいよ。ごどりされてますよ。ちょっとごどりはやばいっすね。はい、ここだけ取りたいところ。取りたいところ？オーケー！取れていく。はいはい。このゴロゴロ状態をさ、どうにか付与させたい。このゴロゴロ状態を。ちょ、敵が回避うまいのがムカつくね。ボットなのにうまいね。はい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 。ここ！よいしょー！あ、火力高いわ。これいいよね。これいいわ、これ。で、ゾロ君怖いから逃げ待て。いやー、多分通常やられそうな気がする。やばい、強い。ナイス、ロックオーガン。いいね。ちょっと味方がフォロー入ってくれてるんで、いいですね。このゴルゴル状態みたいな、ゴールド状態が、どれが強いかで早く発揮させたいところなんだけど、なかなかうまくね、ゴルゴル状態になれないと危ない。はい。ちょっと待って、ここ。よいしょ、いいね。うわ、ハマったんじゃない？ゴールド状態。なったよね、多分。で、裏がちょっとやばそうなんで、裏の援護に回りましょう。レイリーさんね。よ、取られてもいいんで、ま、戦いましょう、レイリーさん。ちょっと、通常難しいな、やっぱり。はい、そこはジャスカ入っての。はい、はい。で、ここ。あ、これはね、入らないんだよね、ゴルゴ状態には。はい、はい、はい。はい、はい。いいですね。はい、KO していくと。いや、いいよ。楽しいよ。けど、評価で言うと、どうだろうね。普通にペラスペローのが圧倒的に強いよねって今感じてしまうのは気のせいですかね。まあ強さはあと四季の方が強いですよね、ハンコクの方が。使った感じは。危ない危ない。ここ、おら、これいいよ。この盾いいね。速攻発動できるから、すぐにシールド出して守ることができる。この、さ、あれさ、ジャスカイ成功してるけど、俺さ、ジャスカイさ、食らってないんだけど、なんか、これ、特殊能力ある？ちょっと俺さ、ちゃんと特性読んでないけどさ、で、ここ旗取れた瞬間に、はい、オッケー、スキルに合わせてやっていくと。で、ドン、ドン。これ、ゴルゴル状態にならんかな？ならんねえ、なかなか。このゴルゴル状態が早くなってくれればいいんだけれども、で、ここ旗取っての残り、まあ、数秒ですね。まあ、やること特にないんで、もう負けてもいいんで、ちょっと戦うことをね、意識していこうかな、最後は。で、ここ、シールド、シールド。はい、はい、来た来た来た。あ、これで回復できるのか。これいいわ、これいいわ、これいいわ。で、ここで、盾？オッケー！これいいわ、これいい。あ、ゴルゴル状態になる回復力エグいわ。いいね、ありがとうございます。では、ラストの試合っていうことでやっていきましょう。まあ、一戦目あんな感じで使ってみたんですけど、結構想像以上に使いやすくて、まあ、赤い犬とかがどんな感じ出るかですよね。まあ、多段がないんで、そこがちょっとね、きついところなんだよな。赤犬だけはちょっときついなと個人的には思っている。はい、ここ。はい、アメちゃん攻撃？アメちゃんじゃねえか。ゴルゴル攻撃？ちょっと多分、怖いね。ここ、これがいいから。マジ、これ強いから。この盾が謎に強すぎるからね。はい、ここ、遠距離だからね。あ、これ遠距離じゃなかった、通常。はい、これ、ゴルゴル状態にならないから。ゴルゴル状態にさせたいんだけどさ、なかなかゴルゴル状態にならないな。はい、オーケー、まず。はい、オーケー、いいね。ダブル KO していくと。な、このゴルゴル状態、どうしても、させたい。ゴルゴル状態がさっきのね、楽しくて、ゴルゴル状態にさせちゃえばね、もう楽しい。で、相手が攻撃してくるところ、ここ。してこないのね。してくると思ったんだけれども。はい、ここ。はい。謎の、はい、さすがに当たらない。ちょっと逃げよう。はい、ここ。はい、はい。さすがボットうまいな。うまいですね。ボットうまいな。ボットうまいな。ガチでうまい。ここめちゃめちゃ固まっとるやん。はい。誰か固まれ。誰も固まらない。マジでさ、固まらんね、みんな。ちょっと待って、ちょっと待って。はい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 。ちょっと一瞬でごとりでもなっちゃう。ちょっと待って。はい、ここ。よいしょー。よい。オッケー。いいね。守れてる。はい。ちょっと、やっぱ回避うめえな、お前。
ちょっと、普通に、もっと回避上手いんだけど、ガチで。やつね。で、たまにあるよね。ボットが動きが早すぎる問題ね。で、ちょっと待って、復活待ちましょうということで。いや、楽しいわ。とにかく楽しい。で、ゴルゴル状態がなかなかならないっていうのがちょっとな、ね、残念だな。アメちゃんの場合すぐなるじゃん。なんかゴルゴル状態あんまりなる、うん、なるってイメージがないな。今のところ使ってて。で、このね、通常攻撃でなってからっていうのが強い感じはするけど。まあ、通常攻撃で頑張って、あ、もうみんな逃げる。ちょっとせめて戦いたいところみんな見たいだろ。やっぱ戦ってるところ見せたいんで、ちょっと。はい、ここ。はい、はい。ゴルゴルになるや。ならないか。はい、ここ。よいしょー。これがいいわ。いや、待って待って。いや、待って、ごどりされてるし。今度逆ごどりされてますよ。やばいよ。ここに、よいしょ。いや、待って、逃げろ逃げろ。ちょっと、はい、はい。みんな、ほっと、うますぎるんだけど。回避が絶対うまい。絶対ゴルゴル状態なかなかならんね。マジならんね。ゴルゴル状態どこにあるのかな。付与してくれたらすごい楽しいんだけどな、このゴルゴル状態。はい、はい。で、あー、サブネ。さすがにジャスカイ入ってんの？どうしようか、これ。やること特にないんで、ここ。この、これいい。これスキル1いいんやっぱ楽しいわ。なんだろうね、この盾を置いて、すぐスキルバーンってやっていく。これなんだろうね。楽しいんだけどね。で、けど、この2試合の間にゴルゴル状態になっ、やったの2回だけっていうね。まあまあいいや、これ。負けてもいいんで、ありがとうございましたってことで、皆さん。ゴルゴル状態、なればマジですよ。けど、スキル1のデモ早くて、スキルにも、意外と早かったりするので、通常攻撃多段だったらね、よりね、強いかなと思ったんですけども、まあ、赤犬とかね、対面してるわけでもないので、必ずしもそれが最強っていうわけでもないかもしれませんので、そこは皆さん使って判断してみてください。個人的には私は強いと思っております。またな。